皆さんおはようございます。私はこの磯部康夫ですね。はい、71ですよね。自慢じゃないが71です。66歳の時に外国語大学行きまして、69歳で英検1級合格で、現在は英語系 YouTuber になって英語力アップということで、まあ社会貢献でこの動画作ってます。で、さまざまなね、講座をやってまして、全部無料でどなたでも参加できるようになってますので、どうぞお越しくださいということで、動画登録と、メモの投稿をやっていただきましたら、自由に入ってこれます。すべてズームでやってますのでね、ズームのコードをお渡ししますということです。で、まあ今日は何の話ということで、こうなんですよね。で、実を言いますとね、私今日ちょっと急いでるので、この動画はギュッと短い目になります。はい、なんでかと言いますと、夜は今日ちょっと7時から2級の講座がありますし、実を言いますと、月火と私旅行に出かけるんですよね。それですいません、火曜日、準1級の講座はお休みです。いうことになっておりますのでね、すいません。で、ですから当然月火、ちょっとね、動画のアップはできないんですよ。メルマガの方もどうなるかちょっと分かんない状況ですということで、第一 で今日の話これですよね。作文なんで、今日ね、実を言いますと、ドクターケープが、特別レクチャーをやるということで、前触れしておいたらもう満員になっちゃったね。今日のズーム会議はね、通常に30人ぐらいなんだけど、もう今日は50人近く来ちゃったんだよね。はい、もう大変な大大入り満員でございました。で、内容は何かというと、まあ1級準1級ぐらいの方を対象としたエッセイの書き方なんですよね。で、また参考の書物も推薦書物も出されてます。で、ちなみにレクチャーの時間は30分半、40分間ほどでした。で、それは録画してあります。で、その、ドクターケープに確認したところ、一般公開していいですよということなので、というかむしろ多くの方に知っていただきたいということなので、録画一般公開します。ただし、ちょっと今日はもう私時間的に、その編集してる時間的に余裕がないので、今日の動画では無理なんで、月かちょっと旅行に行ってきますので、水曜か木曜、ちょっとよくわからないけど、それぐらいに今日のレクチャーはアップする予定ですので、ちょっと今しばらくお待ちくださいということです。で、あともう一個はね、私自身がやってる準1級の講座で、毎回こう英作文書いていただいてるんですよね。いわゆるエッセイですよね。まあ、それで、自分が感じてた英作文の、持ってくる皆さんの添削してて、感じてることを言います。まず第一にね、日本語に引きずられないようにした方がいい。うん、どうしても日本語の感覚に引きずられちゃうんですよね。で、英語ってのはもっと単純で簡単なもんなんです。日本語のような難しいことを考える必要ないんです。単純な関係性にして説明する。そのためには主語をはっきりさせてほしいんですよね。で、主語は私であるとか彼であるとか、まあ、人であってもいいし、あるいは物、無生物主語であっても構わないし、動物が主語になっても構わないんですよ。その主語をはっきりとさせて動詞を持ってきて、それこの主語が何をしよる、この指標が与える影響を与えると、例えば今年の夏の暑さが、穀物を枯らしてしまったとか、そういう感じですよね。そういう、今年の夏の暑さを主語に持ってきて、作物を枯らしたという、こういう関係性で表現するのが英語なんですよ。ですから、はっきりと主語を持ってこなきゃいけないということと、簡単な動詞でいいんですよ。そう難しい動詞使う必要ないですからね。その関係性で説明していくというのは英語の、肝でございますからね。それが英語の論理ですからね。だから簡単なもんなんですよ。そのむちゃくちゃ長い文なんか書く必要ないんですよね。それを積み重ねていって展開していくというのが、まあ、英語のエッセイの書き方ですよね。ちなみにね、合格ラインなんでね、はっきり言っても簡単なんですよ。英作文苦手やっていう方は、その簡単な理屈を分かってないために妙にも構えて難しく書こうとして、みんなしんどいから英作文苦手っていう風になってるだけで、もうそのやり方さえ分かったら、もうそんな難しいことも何もない。例えばね、あなたに対してはね、シェイクスピアのようなものを書けって言ったら、そりゃ書けませんわな。あるいはディッケンズを超えるような文章を書けって、そりゃ書けるわけないよね。そんなこと要求されてるわけじゃない。簡単な英語の論理の組み立てだけをできたら、もうそれで合格な、しかも高得点で合格できるんですよね。で、ただそれだけのことですから、そう難しく考えないでくださいということですよね。つまり簡単な英語の論理の積み上げで書くという、日本語に引きずられないということ。でね、こういう和英辞典
辞典ってありますよね。これはこれでね、使っていただいたらいいんですよ。和英辞典ね、使わない方がいいっていう方もおられますけれども、まあ、一定のレベルに到達してたら、和英辞典大いに使っていただいて結構ですよね。で、私なんかも和英辞典でよく使って確認しますのはね、動詞とかのそれぞれの微妙な違いですよね。似たような動詞とかありますよね。形容詞でも似たようなのがたくさんあるよね。で、それをどういうふうに使い分けるかというのを確認するためによく使います。和英辞典使いますね。で、あとはまあ文章の、まあ、慣れてない方はね、こういう和英辞典には必ずこういろんな例文が出てますのでね、使える例文を拾ってくるという、まあ、そういう使い方もありますよね。で、ただ英語に慣れてる方はもうこんな例文はっきり言ってあんまり意味ないと思うんですよね。ただ慣れてない方の場合はこの例文っていうのは結構使えるのがありますから、それで工夫されたらいいと思います。そういうふうにして和英辞典使われるんでしたら OK ですよね。ただね、妙に難しい単語は使わないでくださいね。英作文見てたらあるんだよね。明らかにこれね、使い方知らないのに妙に難しい英単語をボン掘り込んできてるのは、明らかに和英辞典引いてもうありありと分かるんやね。採点してる方にしたら、で、使い方がよく分かってないもんだから、へんちくりんな使い方してるわけよ、ビッグワードをね。で、そういう使われ慣れない単語は使わないようにしてください。できるだけ使い慣れている簡単な表現にした方が絶対に生き生きとした文章になります。もうもちろんね、そういうビッグワードがよく知ってて、ここでビッグワードをボンと使ったらかっこいい、それは使っていただいていいんですよ。決してビッグワードを使ったらダメと、そういう意味言ってるんじゃないよね。その使い方さえ分かってたら使ってもで結構ですけども、使い方も分からないのに和英辞典で見つけたビッグワードかっこいいだって掘り込んでも、なんかむちゃくちゃ変態不自然な英語になっちゃいますのでね、その辺は注意してくださいということです。ちなみに次の次回ね、ですか、水曜か木曜よく分からないけど、それぐらいにドクターのレクチャーをアップしますのでね、ぜひ、ご期待で、今日はもうこの短いのでさよなら。